はいどうも、ソロエイジです。まあいつもはアバンティーズの4人で動画を撮ってるんですけど、まあ、なんでね今日僕が1人かと言いますと、まあ、気づいてる人は気づいてると思うんですけど、僕って赤髪なんですよ。はい、髪の色が赤いっていう意味です。まあ早速今日は何をやるかと言いますと、赤髪人間が黒髪人間になったら気づくのかっていう企画をやろうと思います。どうやってやっていくかと言いますと、この後みんなが来て動画をね3本撮るんですよ。動画を1本ずつ撮るたびに、その間で髪の毛をね少しずつ暗くしていきます。まあどのタイミングでねみんなが気づくのかっていう検証していきたいと思います。はいどうも、アバンティーズの釣り目とエイジとソラチーとリクオです。皆さん、はい、ヒーローインタビューって知っていますか？活躍した人がね、あ、そうそう、活躍した人が、うん、インタビューされるやつね。そうそう、全部言っちゃう。全員の口を大きくするっていう兵器をちょっと開発しまして。ですか、はい、リンゴ潰し大会っていうのにあ、リンゴだけを。そうそうそう、割る割るかおしまい。はい、ということで1本目の撮影が終わったので、今よりも暗い赤にしていきたいと思います。ということで第1段階が終わりました。そんなに暗くはなってないんですけど、いいですよ。突然ですが、はい、まあ世の中にフォーメーションとか戦術ってあるじゃないですか。このフォーメーションを今回は YouTuber に置き換えて考えていくっていう、今回議論したいと思います。議論？はい、また難しいことしますね打順って何番まで？1から何番？打順は1から9番。1から9。4番が一番打つとか、そういうのもあるから。なるほど。なるほどね。4番が一番打つとか。まあ、サイプレスポジション。デブポジ。キョウイチロウ。どうだ？ラッパーの名前言ってるけど、わかる？はい、ってことで無事バレずに2つ目の撮影が終わりました。今からもう少し髪を暗くしていきたいと思います。結構暗くなりましたねこれは結構きついかもしれないですね。ですね、はい、お酒を飲みましょう。やばやば、やば、あ、この人ロックで行くつもりじゃん、この人もう取ろうね、取ろうよ、本当にもう取ろう。どれ取るかやめ、お前取れ、来いよ、動画来いよ。シラフのふりした方がいいの？うん、盛り上がってていいよ。オッケー。やっほーエイジだよーみんな元気ピースピース頑張って、エイジより元気だよ。はい、ってことで3本目の撮影が終わったんですけど、みんな飲みすぎちゃって、撮影終わった瞬間全員爆睡しちゃいました。ってことでね、まあ今僕以外みんな寝てるので、最終段階の黒染めをして、染め終わったらみんなを起こして気づくのかっていうのをね最後やっていきたいと思います。皆さん、なんか僕の変化に気づきませんでしたか？
黒くなってる髪が。本当だ。まあ、昨日何本か動画撮ったじゃないですか。動画を一本撮り終わるごとにどんどん黒くしていってました。気づいた人いますか？全然気づかなかったね。うん、一気にさっきので一気に黒くなったんじゃない？うん、いやでも結構黒くなってってたよ。もしかしてあれ？だから。そうだよ。だからセカンドチャンネル回してた。やられたわ。いつ気づかれてもいいように。ずっと回してたんだけど誰も気づいてくんなかった、うん、結局まあ誰も気づいてくれなかったですね。なるほどね。仮になんか途中で気づいたらなんかあったの？いやないけど、うん、気づいてほしかったよね普通に。まあでもやっぱりそのここまで気づけないってことは、うん、やっぱグループとしてね、うん、メンバーを見てないってことだから違う ちょっとあんまりいいことではないよね。違う愛情が足らなかったってことだから、じゃあみんな最後に僕のほっぺにチューして終わりましょう。気持ちよくね。お前それ楽しいか？それで満足だ姉ちゃん。いやでも、うん、それぐらいちょっとショックだったから、うん、やっぱり、うん、せーのごめんなさい。飲みましょう。飲む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 。はい。気分どう？思ったより良かった。